皆さん、こんにちは。神道日本文化チャンネル、あのみちです。神道講座の時間です。あわてる様、今日もよろしくお願いします。うむ今日はどん神道というのは神様が中心だと思うのですが、神道における神とはどういうものなんでしょうかうむ 神道の神関連は歴史的な変遷が大きく、しかも多様性があって非常に難しい。今回は神道の神について解説しよう。まず今回は神道における神とはそもそも何なのか、そして神関連の成立と展開について解説しよう。まず神とは何かということから簡単に解説しよう。 まず、神という言葉の語義についてじゃが、かつては、神、下の神、つまり上という言葉を表す、神という語が語義というのが定説じゃった。しかし、江戸時代後期に、国学者により、上代特殊仮名遣いというものが発見され、奈良時代以前の日本語では、上を表す神と、神様を表す神は、 違う発音で違う言葉であったことが明らかになり、影響があった可能性までは否定できないものの、少なくとも神という語が直接神という語の語義になったとは言えなくなったのじゃ。そして現在、神の語義には様々な説があるものの、これといった定説はなく、未だ不明と言わざるを得ないのが現状じゃ。さて、 では、神という言葉の定義についてじゃが、神道の神についての最も標準的な定義とされるのは、江戸時代の国学者、元織森長による定義じゃ。森長は神について。さてすべて神とは、いにしえのみふみどもに見えたる飴土のもろもろの神たちをはじめて、そう祀れるやしろにます見たまも申し、また、 人はさらにも言わず、鳥獣器草の類海山など、その他何にまれ世の常ならず、優れたることのありて、賢きものをば、神とは言うなり、と定義した。簡単に言うと、古事記や日本書記に見える、天地の神々をはじめとして、神社に祀られる御霊や人間、さらには鳥や獣、草木や海、山など、その他、 どのようなものであっても、普通ではない、優れている点があり、恐ろしいものを、すべて神と呼ぶのである、と定義したのじゃ。また、そもそも神は、格のごとくくさぐさにて、尊きもあり、癒しきもあり、強きもあり、弱きもあり、良きもあり、悪しきもありと、ノリナガは述べた。つまり、神は様々であって、 すべてが良い神とは限らず、尊い神もあれば癒しい神もあり、強い神もあれば弱い神もあり、さらに良い神だけでなく悪い神までも存在する、ということじゃ。ノリナガのこの定義は、神道の無数の神々、つまり矢をよらずの神々を包括的に定義したものとして、現在でも一般的な定義となっておる。なるほど。 神道では、尋常ではないものは何でも神とみなし、しかも良い神とは限らず、様々な性格を持つわけですね。では、そういった神観念は、どのように生じ、どのように展開していったんでしょうかうむ。では、ここからは、神道の神観念の成立と展開について解説しよう。まず、神道の神観念の展開は、次のような段階があったと考えられる。 まず、アニミズムに基づく神関連の発生。次に神関連の人格化。さらに、朝廷による神関連の体系化。そして、外来宗教による神関連の変化。順を追ってみていこう。まず、神関連の成立からじゃが、縄文時代の時点で、感状列石や部遇、石棒など、呪術的な意味を持つと考えられる異物が見られるが、 それらが直接現在の浸透の神観念につながったとは断定できないと考えられている。現在の神社の要素につながる自然環境への祭祀の遺跡が出土するのは水田が本格化する弥生時代以降で、日照り、水の供給、水害、干ばつ、台風、噴火など自然現象が稲作に大きな影響を与えたことから、 そういった自然環境を神とみなし、自然の恵みを神の恵み、自然災害を神のたたりと考えた。これが浸透の神観念の発生と考えられる。しかし、この段階では、いわゆる精霊信仰、アニミズムと呼ばれる神霊観念の段階で、神という包括的な観念は成立しておらず、神観念の前段階として、地、み、み といった観念が成立したと考えられておるすみません死とか火とかわけがわからないんですが一体それはどういうものなんですかうむあまり耳慣れない言葉かもしれぬが実はこれらの観念は日本神話の神々にも反映されておるまず地という観念者がこれは日本神話の火の神家具土 木の神、九の地、野の,の神の、の土といった神々の名前に見られる。血は、最も早く成立した観念と考えられ、自然への癒や驚嘆をそのまま神格化した、純朴な神観念と見られ、かぐ土ち、九の地、野土といった、血、のつく神は、自然物や自然現象をそのまま神格化した神が多く、かぐ土は、 出生により、いざミの体を焼くという、炎そのものであるかのような描写になっており、非人格的な自然心という要素が大きい。次に、実は、日本神話においては、山の神大山積や海の神和田積、甘寺すを神の子で稲の神おしほみ,みなどの名に見られる。山や海。 稲など特に重要な自然物の神格につけられていると考えられ、地と同じく自然崇拝から生じた観念者が、地よりも霊格が高く、高等に連なり、神話の中で大きな役割を果たすような神が多い。次に、火という観念であるが、これは日本神話では、精成の霊力である、無水火の神である高見無水火や神無水火。 イザナギが禊をした際に現れた最悪を治す神であるナオヒなどの名に見られる。このようなムすヒや禊といった神道の重要概念に関わる特に重要な霊徳にひという呼称が用いられる。神道において最重視される太陽を表す火という言葉も同根の言葉と考えられる。次に 玉という関連者。神を御玉と言ったり、神の状態を握御玉のように、丸々玉と表現することに玉という関連が見られる。これは神の状態を全般的に表す関連者。玉は様々なものによりつく、浮遊する霊力のようなものと捉えられ、上古の人々は大木や大岩、山などの自然物に、 捧げ物を行うなどの祭祀を行っていたが、これは神の玉がそういった自然物に寄りつくと考えていたからだと思われ、人が神がかりして神託を述べるというようなことも古代の文献からよく見られるが、これも神の玉が人に寄りつくという関連だと考えられる。こういった、地、無、火、玉といった。 原始的な様々な精霊信仰を包括する形で、神という一定程度統一的な神霊観念が成立したのじゃ。神は目に見えない玉という観念だったわけですね。ただ神様は人間の姿をしているというイメージもあるんですが。うむ。このように神という観念が成立すると、神観念が人格化するという段階に入っていくのじゃ。 死、身、死など自然信仰に基づく原始的な精霊信仰では、神の姿はあくまで浮遊する霊力、玉と想起されたが、稲作の進展により富や財産を蓄積、所有し、集落共同体や原始的な国が成立してくると、共同体を守る神、氏族を守る神、という神関連が発生し、また、 祖先を神とみなす祖先神という観念も発生した。そして、神の姿として、集落の支配者の姿が重ねられるようになり、神は豪族と同じような姿として考えられるようになった。古代においては、豪族の名前として彦、ヒコ、ヒメといった名前が多く見られるが、この名は、先ほど述べた原始的な精霊信仰のうち、 最も霊格の高いものであった、火という言葉に、人間の男を表す、子や女を表す、目がついたもので、神関連と身分の高い人の結びつきが読み取れる。古事木、日本書紀、不時記といった、後の時代に閉鎖される神話に登場する神が、人の姿をし、当時の貴族と同じ服装や装飾をしている描写なのは、そのためじゃ、 なるほど。自然崇拝から生じた精霊信仰に人格的な要素が付加されていって神という観念が成立したんですね。そのように成立した神観念が現在の神社や神道の神観念につながっていくんですかうむ。そういった神観念が飛鳥時代頃に朝廷によって体系化されることで現在の神道に直接つながる神観念が成立する。 その段階についいてて見ていこう。日本各地の豪族を束ねて統一王権を形成した大和王権から発展した天皇を長とする朝廷は飛鳥時代に入ると隋や唐の制度を取り入れて律令という法体系に基づく国家の建設を図ったそしてそれまで信仰されてきた各地の神々も律令に基づいて体系的に整備したのじゃ。 この中で朝廷は、神に対して、神意深海という異界をつけて、除れ続けたり、神を祀る建物としての神社を作るように命じ、さらにその神社に対して、大社、商社など社格をつけた。さらに、各地に伝わっていた神話を集めて、高祖神であるアマテラス大神を中心とする神話に一本化し、統一的な神道神話を形成したのじゃ。 また、諸国に各地域伝来の神話を提出するよう命じ、不時というものが編纂されたが、これも各地域の在来の神話をもとに、古事記など協定側の神話との整合性を取りながら、編纂されていったものと考えられている。このようにして、各地域の様々な神が、天皇、協定を中心に体系化されていった。 原始的な精霊信仰の段階では具体的な神明を持たなかった神霊がこの時期に朝廷との関わりの中で神明を持つようになったり具体的な名前がない土着の神だったものが危機神話の神として信仰されるようになる例もあるそのようにして現在我々がイメージする神話の神とか神社の神といった神道の神関連が完成したわけですね。 このような神関連の人格化や調停による体系化を経て、そういった原始的な自然信仰の要素というものは失われてしまったんでしょうかいや、危機神話に見られる神には、自然現象の働きを深刻化した神は多く存在するし、先ほど見たように、地、部位、といった原始的な精霊信仰を表すと考えられる言葉が、 危機神話の神の名前にも入っていることから、危機神話の神にも原始的な要素が含まれており、原始的なアニミズムの神、人格神、各士族の祖先神、中国思想の影響で追加された関連的な神など、様々な神関連を包摂しながら、天皇を中心とする神関連へ体系化されたと考えるのが本当じゃ。また、 人格神として描かれる大国主の神も別名として大国玉という名前があり日本書紀では大国主の神が光り輝く自らの先き見玉と出会ったという話があり神の人格神としての姿と玉と,としての姿ははっきりと区別されていなかったと考えられるつまり 原始的な神観念を包摂しつつ、朝廷によって神々が体系化されたということなんですね。そのようにして体系化された神観念が、他の宗教の影響を受けて変化をしていくというようなことはなかったんでしょうかうむ。その通りじゃ。外来宗教の影響により、新たな神観念の発生や、神観念の理論化という現象が発生していく。そこについて見ていこう。仏教伝来後。 当初仏は、安し国の神、つまり外国の神と呼称され、神道の神との質的な違いがあるとは認識されなかった。次第に神と仏とが異質な存在であることが認識され、神と仏の関係について考えられるようになった。その中で、日本の神が仏を目指して修行する存在と捉える心身離脱説や、 神が仏教を守る存在であるとする、御法全身説などが発生し、平安時代に入ると、神は仏と同体であるとする、本寺衰弱説や、神本仏弱説が生じた。仏が神としてこの世に仮に現れた、という意味の、権言や、仏を目指して修行している身であるという意味の、菩薩といった、新たな仏教的信号も、熊の権言とか、 八万菩薩といった形で付けられていった。また、神は玉という霊力として想起されていたため、自然物や神社の本殿に沈まる鏡などの見玉城に宿るものと考えられ、具体的な姿を表すことは古代にはあまりなかったが、仏像や仏画などの影響を受けて、神の姿を具体的に表した。心臓や神の絵なども描かれるようになったのじゃ。 心臓は、八万神のように神仏集合の神であれば、創業でかたどられることが多く、そうでない場合には、当時の貴族の姿でかたどられることが多い。また、神を描いた絵画には、その神社の縁起を表す縁起絵巻や、神の来輪を描く、溶合図などが多い。さらに、中世には古事記や日本書紀などの古代の神話をもとに、 仏教の信仰などを取り入れた新たな神話が作られていくようになる。これらを総称して中世神話と称するが、これもまた神の新たな表現の一つじゃ。そして、このように神仏集合が深まっていく中世以降、仏教や儒教の論理を用いた神に対する思ゆいが始まる。 元々神道の神は自然現象の働きをそのまま神格化したものであり、観念的、思想的な要素はほとんどなかった。ノリトなどで祭神名を挙げるときには必ず、かけまくも賢き、言うのも恐れ多い、とつけたり、神社の祭神を祭神名で呼ばず、まる神社に増します神などと称するのが多いことなど、古代においては、 祭人の名前を言葉にすることさえ恐ろしいことと考えられており、まして深刻について論じるようなことはなかった。しかし、中世に入り、天地の生成や存在の本質などを理論的に解く仏教や儒教の影響を受け、浸透の紙を仏教や儒教の理論を用いて観念的に解釈することが見られるようになる。この結果、 それぞれの立場から、神道の驚愕が形成されるようになり、両部神道、伊勢神道、吉田新道、スイカ神といった、神道の流派が生じてくるようになった。それらの神道流派の詳細については、神道の流派で解説しているから参照してほしい。そうですね。コメント欄にリンクを貼っておくので、興味がある方はご参照ください。 近世中期以降、国学者により神仏集合が批判され、儒教や仏教を用いた神の解釈も批判を受けた。近代に入ると政府により神仏分離令が発令され、神仏集合に基づく神関連は公的には廃止された。また、神社非宗教論が取られ、神職による教義の形成なども禁止されたため、 神に関する思想的な解釈も減退し、神はもっぱら祭祀の対象のみとなった。戦後は国家が神社を管理する制度ではなくなり、以上のような規定も廃止されたが、概ね近代的なあり方が現代にまで引き継がれておる。神道の神観念は、多宗教の影響を受けて展開し、神の表現の変化や、神への思想的な解釈が行われ、 さらに、それらの要素が近代に入って減退し、現在の神関連に至ったということなんですね。うむ。では、ここまでの内容をまとめよう。まず、神道の神関連の成立は、自然現象の働きをそのまま神格化したもので、まず、地、身、火、玉などの精霊関連が生じ、それらを包摂する形で神という関連が起こった。 集落共同体の成立に伴い、氏族を守る神、氏神や、集落を守る神、ウブスナ神という神観念が生じ、さらに財産を蓄積、継承するようになったことから、祖先を神とみなす、祖先神という観念も生じ、神の姿として、人、特に集落の支配者である豪族の姿が想起されるようになった。そのようにして各地域、 各勢力において成立した神観念は、各勢力を束ねて統一王権を築いた大和王権から発展した朝廷により体系化され、皇祖神を軸にした統一的な神話の形成、神へ神医神会や神社へ社格が付された。この頃に、神話の神、神社の神という現代に直接つながる神道の神観念が成立した。さらにその後、 外来宗教の影響を受けて神が新たな表現方法により表現されるようになったり神に対する関連的な使用が行われるようになっていく冒頭のノリナガの定義のような神道の神観念はおおむねこのような過程で形成されていったのじゃ神道の神観念は時代を通じての変化がありますが自然現象の働きに神格を見る観念や神をたま そして捉える観念ななどの原始的な要素は現代も含めて一貫して存在しているように思われますね。うむ、そういった神道の神関連の全般的な特徴や、具体的に神道の神にはどのような神がいるかの類型といったことについては、また次回話すこととしよう。わかりました。アマテル様、今日もありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。それでは皆さんを 今回もご視聴ありがとうございました。